12月2日から衆院選が始まりまして、11日間時には優しく時には厳しく、皆様には遊説期間中に励ましていただき、ご支援をいただきました。元気いっぱいに突破力を掲げて、皆様のもとに走り回っておりますが、ここでお待たせいたしました、自由民主党岡山第二選挙区より候補者といたしまして、山下隆氏が皆様に決意表明をさせていただこうと思います。それではしばらくの間、皆様ご静聴くださいませ。皆様こんばんは。この寒い冬の日に、しかも7時からという大変お出ましにくい時間帯に、これほど多くの皆様が集まってくださいました。本当に感激に震えております。本当にありがとうございました。この11日間戦ってまいりました。選挙カーに乗って手を振り、小選挙区は山下隆、比例は公明党と声をかけ、祈る思いで叫んでまいりました。その願いを明日も一日声を限り訴えます。そうしているうちに、寒い中皆様が辻々で待っててくださる、そして寒い中手を差し伸べてくださる、本当にありがたい思いでございました。握手を何人も何人も何千人も、もう万を超えていると思います、させていただきました。政治家というものは握手を儀式とする、儀式としてするものではない。お一人お一人からその方が大切に思っているもの、ご家族であるとか、ふるさとであるとか、そしてお仕事であるとか、この日本、この日本を良くしてくれと、そういう思いをお一人お一人から受けるものだと今回改めて思いました。その力を本当にいただきました。今回の選挙戦の審判は明後日決まります。もうあと1時間をすれば投票箱は閉まる、そして結果が、審判が下されます。その審判を下すのは皆様でございます。皆様がこれまで2年間やってきた日本経済を、ようやく離陸し始めたこの日本経済を、そのまま上昇気流に乗せるのか、それとも失速させてしまうのか、その鍵は皆様の手の中にあります。皆様から政治家としての命をいただいて2年間、私が本当に皆様のお力で国会議員としての仕事、そしてこの並んでいる皆様、真剣に一気通貫でやらせていただく仕事の大きさをかみしめてまいりました。そういった中で今回本当に皆様にお願いしたいと思っております。この2年間の中で気づいたことは2つあります。1つは、1人の国会議員でも新人議員でも思いを込めればできることがある。それは例えばそのリーフレットに書かせていただいている議員立法でもありますし、また国の政策において与党議員としてしっかりと部会で申し上げる。皆さん、今の自民党は新人かベテランかの違いは政策の議論においてはありません。私は岡山2区の代表者として、皆様がおられる以上、皆様に選んでいただいた以上、一歩も引くわけにはいきません。派閥の領袖であろう、ベテラン議員であろう、その方の意見が間違っている、あるいは一地方しか考えていない、岡山2区のことを考えていないすれば、私は大反論いたします。そうした中で
政策を作ってまいりました。もう一つはこの岡山というところが素晴らしいということでございます。この岡山中区、人口で言えば、人口密度で言えば神戸と同じです。本当に素晴らしい地域であります。住宅街でもあり、また素晴らしい企業が、中小企業がたくさんある。また東区は歴史がある西大寺、そして工業、中小企業をしっかりやっている。また農業地帯が広がっている。南区は豊かに広がる田園地帯、そしてこの小島半島に漁業がある、伝統ある通り、そうこうなんだ、そういったところがある。神武天皇が東に攻め上るとき、3年あるいは8年過ごしたというところ、高島というところ、それは南区の宮浦があるいは中区の高島にあると言われる、本当に歴史あるところであります。そして瀬戸内市は企業誘致を盛んにし、例えばマッシュルーム、全国の半数近く出荷し、これからメガソーラーとして地方創生とエネルギー政策をしっかりやっている。そしてもちろん玉野市は三井造船、あるいはパンパッシュカッパー、日本を代表する、いや世界を代表する企業があり、それを支える企業群があり、港湾としても四国の玄関、これほど恵まれた地域はありません。だから私は今回の選挙戦で出陣式から訴えております。アベノミクスをこの岡山、そして地方創生を岡山から、この訴えは揺るぎありません。安倍総理がこの岡山2区に来ました。安倍総理だけが来るんじゃないんです。アベノミクスという総合的な政策がこの岡山を舞台に花開く、私は十分可能だと思います。そして今日総決起大会ということで、地方創生を担当する石破大臣に来ていただきました。それは地方創生をこの岡山からやりたい、岡山ならできるんだ、そういう思いでございます。内閣の政策を取りまとめる菅官房長官にも岡山2区に来ていただきました。そして昨日は地方創生を党で取りまとめる河村武雄先生にもこの岡山に入ってもらいました。谷垣幹事長にも、そして党の政策をまとめる稲田朋美政調会長にもこちらに入っていただきました。その他多くの先生方がこちらに入っていただきました。公明党の山内代表にも来ていただきました。それはこの岡山、可能性に満ちたところの中であります。しかし一方で厳しい現実があります。多くの先生方がおっしゃってくださったように、この岡山2区は大激戦区なんです。ご承知の通り、お相手は10万票取られたこともある。そして郵政解散の大激戦でも下馬評をひっくり返して小選挙区で勝たれたのです。今皆さんがいろいろなところで耳にしている下馬評、いい話も悪い話もありません。それが全く信じられないものであることは、過去の実績、過去の選挙結果が物語っています。そして今私は昨日の山陽新聞の一面を見て愕然といたしました。噂されておられました、噂されておりました。他選挙区のはっきり書いてありました。労働組合の組合員の皆様がこの岡山に投入されている。私はこの2年間、そしてその前からこの岡山2区の代表であること、私が育った、私が学生時代を過ごした、そして私の友達の親御さんが、あるいは友達のお子さんが暮らしているこの岡山2区の代表であること、そのことを誇りに思っておりました。そして審判を受けるのであれば、ふるさとの皆様の審判を受けたい。ふるさとで育った私は当たり前の感情でございます。そのふるさとの皆さんに判断していただきたい、そういう思いでおりました。しかし今他の選挙区の組織が岡山2区に投入されている。私は2回目の選挙です。正直申し上げて選挙はうまいとは言えません。
しかし私はこの岡山リンクの思いを、自分が過ごした年月、子供の頃から、ね、過ごした年月、そして皆さん先輩方が過ごした年月もいろいろ伺い、そして友達が過ごした年月、子供たちが過ごした年月、それを聞いて、この岡山リンクはどうあるべきかということを必死で国会議員としてやらせていただきました。どうしても他の選挙区の皆様へ組織の力で破れ去りたくはない、その思いは本当に日に増しております。そしてアベノミクスは組織と労働組合の皆様のためにもやっているんです。私は身内が労働組合におります。しかしその労働組合の皆様が一番望んでおられるのは、実現性のないシュプレヒコールを叫んで疲れ果てて家に帰ってくるより、少しずつでも増えた給料を持って帰って家族が一家団らんすることなんです。そのためにアベノミクスをやっている、そのために地方創生をやっているんです。私はこの戦い全力でアベノミクスを行えない、地方創生を岡山から訴えとなります。しかしながら私には組織はありません。あるのはふるさとの皆様だ、ここにおられる2年前も力を貸してくださった皆さんだけなんです。そして今日この琉装中学、子どもたちが学びやから、子どもたちが学ぶ学びやから地方創生の総決起をさせていただくというのは、私にとっては特別な意味があります。私には組織はありません。ふるさとの皆様お一人お一人がある、そしてお一人お一人の力を集めて、この岡山リンクのために決起したいと思います。今日は総決起集会です。皆様決起してください。それは私のためではないんです。子どもたちが学ぶこの学び屋で、岡山のために、ふるさとのために、そしてこのふるさとで育つ子どもたちのために、ふるさとで豊かな老後を暮らす親世代のために決起していただきたいんです。岡山リンクならできるんです。岡山ならできるんです。どうか皆さん、この琉装中学だけではありません、岡山市中の学び屋で学ぶ次世代の皆さんのために、瀬戸内市中で学ぶ皆さんのために、玉野市中で学ぶ皆さんのために、岡山県中で学ぶ皆さんのために、ふるさと創生、地方創生をやらせていただきたいんです。どうか皆さん決起してください。ふるさとのためにお一人お一人の心を寄せてください。そしてどうか皆様お一人お一人の力で、山下隆をふるさとの後輩であり仲間である山下隆を、皆様のお力で、お一人お一人の力で勝たせてください。勝たせてください。皆様の力でこの山下隆を勝たせてください。そして皆様の思いを国政のど真ん中に持っていかせてください。どうかよろしくお願いいたします。本日は総決起集会、寒い中ありがとうございました。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 イエスナご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。山下隆候補より決意表明をさせていただきました。さあ、それではここで皆様の心を一つ、思いを一つとして、同級生の皆さんを代表して丹下健三さんにご先導をいただきたいと思います。頑張ろうコールを行いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。私、ご紹介いただきました丹下と申します。山下と同級生で6年間一緒におりました。皆様、最後まで山下隆をよろしくお願いいたします。
それでは活動コールをさせていただきます。